こんばんは、平山茂です。本日は6月12日土曜日でございます。土曜日です。現在時刻は8時6分、真っ暗です。真っ暗です。今仕事終わりまして、家の近くのちょっと照明のある場所にやってまいりました。はい、皆様お疲れ様でした。今日という一日、皆様お疲れ様でした。お休みだった方もいれば、お仕事だった方もいらっしゃると思います。本当に一日お疲れ様でございました。いい一日でしたか？ちょっと噛みそうですけれども、大丈夫ですからね、大丈夫ですから。うん、存分に仕事だろうが休みだろうがね、楽しんでいきましょうということで、もうこれはね変わらないんですけれども、今日も改めまして言わせていただきました。大丈夫です、大丈夫でございます、大丈夫なのだということで、今日はちょっとね仕事中一切ねちょっと動画を撮ることができない状態でございました。なのでね、ちょっと仕事終わりのこの時間にということになるんですけれども、私はね毎日、自分で決めてることっていうのがありまして、それが、見てくれている人に大丈夫だよって言い続けると、これをですね決めて毎日やっております。今まもなく260日目とかそういう感じでございますけれども、ずっとね続けるということで、1年経ったらちょっとねどうしようかなとかまた考えることがあるのかもしれませんけれども、基本、死ぬまでやろうかなと思っております。はい、毎日大丈夫だよって、大丈夫だよって、懲りずに言おうと思っております。皆様がもう大丈夫、もうしげる大丈夫、お前俺はもう大丈夫だから、しげるはもうやめなさいと言われない限りはやり続けようと思っております。日本にはねたくさん人がいますから、全員をね大丈夫にさせる、大丈夫だと思えるようになってもらうには、死ぬまでかかるんじゃないのかなと、死んでもわからない、分かってもらえないんじゃないかなっていうのはねもちろんあるんですけれども、その後はね僕が死んだ後は誰かが引き継いでやってくれるんじゃないかなと思っておりますけれども、とにかく大丈夫なんだよっていうね、もう大丈夫、人間は大丈夫、はい、もうそれが全てでございます。はい、人間はもう大丈夫がプログラミングされてます。大丈夫なんです。ただね、ちょっと外的な要素が加わると大丈夫じゃないって思っちゃう、これがねこれとの戦いなんです、人間は。なのでもうそこにさえ気づければね、どんな外的要素が来ようとも大丈夫だということにね気づければ本当にねもう無敵ですからね。はい、大丈夫ね、大丈夫ですから本当に。僕の言ってることねさっぱりわからないと思う方もいらっしゃるかもしれません。いいんです、ただあなたは大丈夫だということを私は言ってるんですね。はい、私は大丈夫だよの研究を始めて間もなく2年ぐらい経つんでしょうかね。大丈夫研究家としてはですね、本当に論文もね書きたいなと思うんですけれども、ちょっとね作文能力がないもので、こればっかりはねちょっと論文は私の方では書くことはちょっとやめてね、ゴーストライターにお願いしようかなと思っておりますけれども、書いたところで、これが認められるかと言われればですね、これはもう書いた私にしかわからないというところで、論文を書くにはね至ってないんですけれども、とにかくですね、いつかこの私の理論と言いますかね、この考え捉え方というところで、理解してくれる方がたくさん出てくればな、たくさん出てくればいいなと思っております。はい、
ちょっとね、長々と話してしまいましたけれども、まあ今日ね、この動画を初めて見たという方もいらっしゃると思いますので、ちょっと言いましたけど、ただ私、決して真面目な人間ではなくて、非常に楽天家で、気まぐれで、短気で、貧乏で、うんこ漏らしというところで、まあ真面目に喋ってるようで真面目じゃないので、そこはこうね、毎日見ていくにつれて大体分かってくると思うので、毎日見てください。はい。微妙に、毎日同じことを言ってるんですけれども、内容は微妙にね、違うので、ぜひね、真剣に捉えていただきたい部分もあるし、笑っていただきたいという部分もございますので、はい。私は基本、こう、喋りは得意ではないので、なるべくどうやったら喋らずに、この大丈夫だよが伝えられるかなっていうのはね、考えてるんですけれども、まだまだね、どうしても言葉に頼ってしまう。言葉なんてこの世には必要ない、人間に言葉なんて必要ない、そんな風に私は思っております。はい。ということで、ちょっとね、話はまとまらないっていう部分もね、私にはよくあることなので、こういった感じで理解していただければなと思います。チャンネル登録もですね、基本 YouTuber さんみんなね、登録してください、チャンネル登録お願いしますってやってるんですけど、僕は気が向いたらでいいんだというところで、もうスタンスがやっぱり死ぬまでやるって決めてるので、チャンネル登録者数はそれほどもう考えないことにしておりますので、とにかく私は言いたいことを言うとね、それだけなんです。ということで、また明日、はね、違う形でね、大丈夫だよって言うと思うんですけれども、今日はこういう形になりました。ちょっと長々と私の今 目に入っている数字では7分20秒経ちましたけれども、これをギュッとね、端折って今日も編集してアップしたいと思います。とにかく大丈夫ですからね。ということで、また明日お会いしましょう。平山茂でした。40歳です。それではおやすみなさい。また明日。バイバイ。